いつきさん、なんで出て行ってくれないんですか？私たちが同居するのに居座り続けるなんて邪魔でしかないんですけど。え、彩香ちゃん、いきなりどうしたの？大輔くんから私たちが結婚すること聞いていますよね。うん、それはもちろん聞いているわ。今度の記念日に入籍するんでしょ？じゃあ私たちが同居することも聞いていますよね。うん、もちろんそれも聞いているわよ。それにしても珍しいよね、新婚なのに義実家との同居を選ぶなんて。なんでそこまで知っているのに実家から出ていかないんですか？弟夫婦が実家で同居するんですよ。そんなこと言われても、どうしてあなたたちの同居に合わせて私が出ていかないといけないのよ。はぁ、普通なら出ていくべきでしょ。まともな人なら嫁に気を使って出ていくんです。なのに弟夫婦が同居しても実家から出ていこうとしないなんて、さすがいい年で寄生虫の人ですね。はい、自分より先に弟夫婦が結婚したのに焦りもしないし、それどころか空気を読んで出ていこうともしないし、親のすねをかじるのに必死すぎ。私は親のすねなんてかじってないし、寄生虫でもないわ。実家暮らしなだけでどうしてそこまで言われなきゃいけないの？はぁ、ろくに働きもせず家でゴロゴロしているだけのくせに、それでよく自分は寄生虫じゃないなんて言えますね。え？しばらくの間は許してあげます。でもなるべく早く出て行ってくださいね。実家は普通長男が継ぐもの、つまり結婚して同居したらその家は長男夫婦の家、そういう一般常識ぐらい知っていてくださいよね。ちょっと大輔、あんた彩香ちゃんと一体どんな話をしているのよ。え、彩香と何かあった？ついさっきとんでもない連絡が来たわ。私のことを寄生虫扱いして実家から追い出そうとしているの。え？結婚を機に実家で同居することは両親から聞いていたけど、まさかそんなことになっているなんて聞いてないわよ。ごめん姉ちゃん、まさか彩香が直接姉ちゃんにそんな連絡をするなんて、本当にごめん。姉ちゃん追い出すつもりもないから安心してくれ。え、私出て行かなくてもいいの？もちろんだよ。そもそも同居は俺が両親に無理を言って頼んでるんだし、むしろいきなり弟夫婦も同居することになって本当にごめん。一体どうなってるの？彩香ちゃん、私になるべく早く出て行けって言うし、ていうか同居は1年間だけだよね。新生活の準備が整うまで同居するってお母さんたちから聞いているわ。でもあの彩香ちゃんの態度、まるでずっとうちで暮らすみたいだったわ。それはその多分1年で彩香も同居に飽きると思うから大丈夫だよ。ずっと実家で同居ってことにはならないと思うから。飽きるってどういうこと？全然意味がわからないからちゃんと説明して。一体どういう流れで実家で同居することになったのよ。それはその彩香がうちの実家をかなり気に入ってるんだよ。それで絶対にこの豪邸に住みたいって言って行かなくて、うちは両親ともに大企業勤めで裕福だったからね。確かにこの辺じゃかなり大きい家だけど、まさか同居したいほど気に入るなんて。それがただ同居したいだけじゃないんだよね。彩香は俺の実家をそのままもらえるはずだって思ってるんだよ。え？実家はいずれ長男が相続するもの。だからこの豪邸も長男夫婦のものになるから自分のものって感じで思い込んでてさ、それで積極的に同居したがっているんだよ。そういえば私にも実家は長男夫婦のものとか言っていたわね。でも両親は前から遺産は残さないって宣言しているわよ。自分の稼ぎは自分たちで使い切る。実家もいずれは売却して施設代にするからそのつもりでいろって。大輔、そのことを彩香ちゃんに説明してないの？もちろん説明してるよ。うちの両親の遺産には期待するなって。実家も俺が相続することはないからって。でもなんだかんだで子供に残すのが親ってもの、絶対にあの豪邸は私たちのものって言い出して。何ですって？それどころか最近じゃ姉ちゃんを疑っているんだよね。両親は長男の俺じゃなくて姉ちゃんに豪邸を譲るつもりなんじゃないか。そんなの絶対に許せないって。なんで私が疑われなきゃいけないのよ。私は両親の遺産にも実家にも興味はないわよ。姉ちゃんがずっと実家暮らしなのを怪しんでいるんだよね。え？在宅仕事とか言ってるけどただのニートなんじゃないかって。遺産は残さないと言っておいて姉に相続させるんじゃないかって。それで無理やり同居を頼んできたんだよ。同居して確実に私たちのものだってアピールするべきだって。それであんなに私を目の敵にしていたのね。
ニート扱いされた理由も納得したわ。もう俺も説明するのに疲れちゃってさ、いっそ同居しちゃえば理解してくれると思ったんだ。実際の両親の遺産についての考えを聞いて、姉ちゃんがしっかり働いていることも見せれば落ち着くと思って。なるほどね、ようやく同居の流れが分かってきたわ。どうせ1年も経てば実家暮らしにも飽きると思うんだ。それなりに大きい家だから掃除も大変だし、彩香は家事が苦手だからむしろ同居は投げ出すと思うんだよね。だから1年間だけ我慢してくれないかな。そういうことならしょうがないわね。でもこれ以上私に迷惑をかけないと約束して。私はニートじゃないし、遺産のこともちゃんと訂正しておきなさいよ。それはもちろん。彩香は失礼な態度をとって本当にごめんね。これからはよく言って聞かせるから。みつきさん、申し訳ないんですけど、今日は一日部屋から出ないでくださいね。みつきさんの部屋の前の廊下をワックス掛けしたんです。え？今日一日ずっと？乾くのに結構時間がかかるんですよ。だから今日一日絶対に出てこないでください。拭く前に踏んだらせっかくのワックス掛けが無駄になるんで。そう言われてもさすがに丸一日部屋から出られないのは。ご飯はどうしたらいいのよ。そんなの知りませんよ。一日ぐらい食べなくても生きていけるでしょ。え？っていうか美月さんは働いてもいないだし、部屋でゴロゴロしているだけのくせにお腹なんて減らないでしょ。彩香ちゃんたらまだそんなこと言っているの？何度も言ってるけど私はちゃんと働いています。在宅仕事だから出勤もせず部屋で静かに仕事をしているだけよ。帰省中の言うことが信用できるか。とにかく今日は一日部屋から出ちゃダメですからね。何度出て行けって言っても出て行ってくれないし、だったら帰省中ババアはおとなしく部屋に引っこもってろ。ちょっと彩香ちゃん、あなたとうとうやったわね。私を追い出そうとしたり、逆に部屋に閉じ込めたり、次はまさか私の私物を勝手に捨てるなんて、なんてことをしてくれたのよ。私なりに美月さんのことを考えてのことです。ニートを強制するにはこれぐらいしないとね。は？私が何をやっても全然実家から出ていこうとしないんだもの。だから本当に在宅仕事をしているのかと思って部屋を覗いたんです。そしたら仕事道具なんてないし、ただの普通の部屋すぎて、あの部屋でどう仕事するって言うのよ。やっぱりニートだったんですね。部屋に何もないのは私の性格よ。余計なものを部屋に置きたくないの。でも机の上にパソコンが1台あったでしょ。私はそれさえあれば仕事できるの。ああ、あんなノートパソコン一つでどう仕事するんだよ。ニートババアが必死にごまかそうとしてんじゃないのよ。とっとと働いてないことは認めろこの寄生虫。今時パソコン一つでできる仕事なんていくらでもあるわよ。ご両親や弟の大輔くんを甘やかしていてもね、私は厳しいわよ。このまま寄生虫の同居なんて嫌だから、この豪邸を奪われるのも絶対に許せない。この実家は長男夫婦の家になるんだから。この家は私も弟も相続しないわよ。いずれは売却して両親の施設代になる予定なの。一体何度説明したら分かってくれるのかしらね。そっちこそ何度言ったら出ていくのよ。いい年こいてニートの寄生虫ババアなんて。何歳まで実家に寄生するつもりですか。家を買ったから出ていくわ。家って犬小屋？無職の寄生虫がどうやって家を買えるのよ。ホームセンターで売ってる犬小屋でも買ったんですか。駅前マンションの1棟を買ったけど。え？これを機に家具もパソコンも一新しようと準備していたの。おかげで仕事用のデータは無事だから、今回のことは大ごとにはしないであげる。でもさすがに私も我慢の限界だからね。あなたとはもう二度と会わないことに決めたから、じゃあね。ちょっと待ちなさいよ。魔女糸を買ったってどういうこと？ニートのあんたにそんなものが買えるわけないでしょ。ニートじゃないから買えるのよ。これでも年収3000万、コツコツ貯めてきた貯金があるからマンションくらい買えるわよ。はぁ、美月さんが年収3000万円？急に変なこと言い出すんじゃないわよ。ニートのくせにそんな稼ぎあるわけないでしょ。
だから何度ニートじゃないって説明したらわかるのかしらね。仕事のことだってそれなりに内容を教えてきたはずよ。プロのウェブデザイナーとして一人で小さい会社を経営しているの。それなりに実績も仕事もあるんだから。でもそれだけで年収3000万ってありえないでしょ。何がそれだけって言ったのよ。仕事の他に資産運用もがっつりやってるからね。そのおかげで全部合わせて年収3000万ぐらいあるのよ。そうなの？私昔から恋愛に興味がないんだよね。だから一生独身でいるつもりでコツコツと頑張ってきたの。だからマンション1棟ぐらいなら余裕で買えるわ。余裕でってどんだけお金を持ってるのよ。我が家の岡くんは自分の人生は自分で何とかしろだからね。自然と貯金癖がついちゃったのよ。だから両親の遺産も実家も当てにしたことなんて一度もない。まだ期待しているようだけど、そろそろ彩香ちゃんも諦めな。うちの実家を長男だからって理由で相続なんて絶対にできないから。そうなんですか？実家の豪邸は両親2人が頑張って建てた家。最後はそれを売って2人仲良く老人ホームに入るって昔から言ってるわ。すでにそのつもりで売却計画も立ててるし。そんな、絶対塚くんの言っていた通りなの？このせっかくの豪邸は絶対にもらえないんですか？絶対にもらえないわね。どうしても豪邸に住みたいなら自分で建てなきゃ。それが我が家の家訓だよ。自分たちで建てるって嘘でしょ。そんなお金あるわけないじゃない。じゃあ諦めるしかないね。それじゃあ私は引っ越し作業があるから、お望み通り出ていくんだから、これ以上私に関わらないでよね。美月さんのマンションに遊びに行きたいな。オーナーとして最上階に住んでるって聞きましたよ。私にだと関わるなって言ったよね。連絡するなっていう意味も込めてたんだけど、理解できなかったかしら。あの、今までいろいろと誤解していてごめんなさい。ようやく誤解も解けたし、これから美月さんと仲良くしたいんです。誤解が解けたのは嬉しいわ。でも悪いけど私は彩香ちゃんと仲良くするつもりないから。今までのひどい言動を水に流せるほど大人じゃないの。そんなこと言わないでください。今までのことならたくさん謝りますから。きっとはいえ姉妹なんですし、仲良くしていきましょうよ。うちの母と不仲だからって随分と必死なようね。でも慌てて私に媚びを売っても遅いわよ。え、どうしてそれを知ってるんですか？だって母から毎日愚痴の連絡が来るんだもの。ようやく実家が相続できないと分かってくれたかと思ったのに、逆に必死になって家を狙っているそうね。家中掃除したり、資産管理を任せてくれと頼んだり、母がいつも言っているわよ。露骨すぎて逆に怖いって。そんな、そもそも両親は私を追い出した彩香ちゃんにブチギレてるし、ついには弟夫婦に出て行けと命令したよね。そこまで知ってるなら助けてくださいよ。このままじゃせっかくの豪邸から追い出されるし、資産家のご両親からも嫌われて最悪。せめて高年収の美月さんとだけでも仲良くしたいです。ドストレートに言ってきたわね。お願いします。今までのこと謝りますし、土下座もします。だから私たちを見捨てないで、これからは仲良くしてください。いい加減にしろ。これ以上姉さんに関わると俺とも離婚することになるぞ。え、姉さんってまさか大輔くん？姉さんに謝罪しに来たんだよ。お前のせいでわざわざ実家から出て行かせちゃったからな。なのにお前ってやつはどれだけ俺に頭を下げさせたらいいんだよ。姉ちゃんもお前に関わりたくないって言ってるだろ。だからそれは誤解していた時のことでしょ。今は誤解も解けたし仲良くしたいの。年収3000万近くある技師なんてそうそういないわ。生涯独身のつもりらしいし、貯金もかなりあるらしいし、仲良くしてた方が絶対にお得だと思うの。お得って人の家族を何だと思ってるんだよ。いいか、俺たちは今日から小さな格安アパートに引っ越した。もう二度と俺の両親や姉ちゃんと会うことはないと思うよ。引っ越し？ちょっと待って、そんなの聞いてないよ。お前のせいでこうなったんだろ。両親に同居を解消したいってはっきり言われたし、こうするしかないんだよ。でもなんで小さい格安アパートなの？豪邸暮らしからそんな転落嫌なんだけど。俺だって好きで格安アパートに引っ越すんじゃないよ。でも彩香は散財ばかりしてきたせいで金がないんだ。
屋根と壁のある家を借りられただけ幸せだと思うよな。え、あやかは俺が何度言っても俺の実家を自分のもの扱い、豪邸の主になるんだから似合った生活をしないとねって、前に調子に乗って散財ばかりで俺の給料を使い切ってばかり、それどころか貯金にも手を出していたとはな。あ、いや、あ、それは本当は今すぐにでもお前と離婚したいよ。でもまずは生活を立て直すことが優先だ。これからは彩香にも働きに出てもらうからな。嘘でしょ、せっかくの専業主婦ライフが大きい豪邸暮らしで友達にも褒められていたのに。全部お前が台無ししたんだろうが。これから急いで俺たちも引っ越し作業だ。俺が実家に帰るまでに荷物を全部まとめておけよ。その後弟夫婦はすぐに実家から出て行ったようです。そして狭い格安アパートで暮らしながら生活を立て直し中。弟の大輔が言うには、元の貯金額程度を取り戻すまではこのまま結婚生活を続け、その後に離婚するかもう一度考えるそうです。そして彩香ちゃんは昼はコールセンターの派遣、夜は居酒屋バイトで一日中働きっぱなし。その給料は全て使い込んだ貯金の返済として大輔に没収されているそうです。未だに私の元には仲良くしてくださいと連絡はたまに来ますが、面倒なので全てフルシコとしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。